はい、こんにちは。ルーチューブのお時間です。今年初めて光ジムに来ました。はい。光ジムからお送りします。本日はですね。はい。マッチルームがね、日本に上陸して。ちょっとびっくりしたね。はい。大きいお金が動きますよね、ミドル級で。ミドル級トーナメントで。うん。これだから、これ全部勝ち進むと、うん、優勝者には3試合合計で100万ドル。1億、まあ、5000万ですね。信じらんないよね。だってもう1億稼げるのって井上選手以外いないでしょ。いないですね。ね。で、初戦で日本人が当たるんで、うん、まあ彼らは、1回戦で敗退しても、うん、まあ大体1000万ぐらいのファイナル。もうやばいよね。10倍。10倍ですね。10倍以上のね、うん。挑戦者からしたら10倍以上。これって大体だから、ミドル級で言ったら世界のトップランカーが海外に呼ばれて行った時のファイトマネーぐらいじゃないですか。うん、そうだね。うん、でも、この組み合わせを見てさ、一人いないよね。長年、日本ミドル級のトップをずーっと、まあ、村田さんは別だけど、竹迫選手がいないのはなんでっていう思う人いっぱいいるでしょ。うんうん、やっぱ日本のトップって、竹迫選手じゃないの？まあ、圧倒的ですよね。うん。なんか、うん。どれだけ破格かってことですよね、これが。半端じゃないと思うよ。夢もあるしね。逆になんかもう怪物級の選手が出るわけじゃないでしょ。そうですね。まあ、チャンピオンが別にこのトーナメントに参加するってわけではない。うん。だから、竹迫選手で言ったら、優勝、絶対できないでしょっていうことでもないもんね。うん。だからまあ、ちょっと残念だよね。ただもう、出る日本人にしては、もうかなりのチャンス。まあ、で、なおかつ、一応、年3回で3年間で合計9回イベントやるよってことは、なんか事前に言ってるんでね。うん。マッチルームが。まあ、今回アマゾンじゃないかな。アベマのペーパービュー。うん、うん。で、海外では、ダゾーンで放送されるっていう。いやーなんかボクシングの日本も一番になってきたね。いやだからこれは結局井上選手とあとあれじゃないですか。まあ格闘技もねワンが日本してるね。ね狙いに来てるっぽくて。だって RWS な吉成尚が出てるのも、うん、ダゾーンとかで全世界に流れてるもんね。はい。だから日本の市場熱いんじゃないみたいな感じになってんじゃないですか。うん。そうだね。でも、そうそう、ね、成功例があるからといって、乗っかってきてうまくいかない。いや、俺もそう思うよ。うん、そう思う。スターがいないでしょ、だって、ミドル級、うん。日本で絶対的な、例えば、これがちょっとずれててさ、村田さんが全盛期の現役の頃だったらね、もっと盛り上がったよね。まあ、プロモーターの違いみたいなのちょっとあるんで、まあ、そこら辺がどうなるかわかんないですけど。うん、で、そこで、亀田選手もやるんでしょ？そうです。ドラミニ。前回2位決定戦でドラミニが勝ったもんね。そう。で、ダイレクトリマッチさせてくれってことで、まあ、これ負けたら引退するっていう、背水の陣でやるみたいな感じのイベントですよ、ね。でも、まあ、結構ツイッターとかで見ると、2位決定戦やった意味あるみたいな感じだよね。うん、まあ、それは俺も思いますしね。はっきり言って。相当お金積んだんだろうね、でも。うん、しかない。ね、意見としてないよね、うん。そう。だって普通やらないじゃん。じゃあ前回買った意味あります？ドラミニサイドだったら。え、何何ってなっちゃうじゃん。うん、だって、2位決定戦ってことはドラミニが次期挑戦者決定戦を勝ち抜いたってことだよね。いや、1位は空になるから、だから、阿部選手はだから、キコマルチネスとやって、うん、1位の挑戦権を取ったじゃないですか。うん、だから2位の選手は多分また2位、3位とかで、空になった1位を争うみたいな感じになると思います。うん、だから一応、世界挑戦者の権利を獲得するためには多分あと一戦挟むはずなんですよ。うんうん、まあどうなんだろうね。ドラミニ的には今回また亀田選手に勝ったらもう1位にっていう話が。それはないんじゃないの？うん。まあじゃあ、お金か。まあだと思いますよ。うん、まあでも、向こうのね、物価とか考えたら、うん。やりますってなんじゃないですか、それは。だから1回目の倍はあるだろうね。それはあるんじゃないですか。うん、間違いなくね。うん、すごいね、うん。最高ファイトは。すごいね。まあこれ別の動画でも撮るけど、西田選手のあれも撮ってるからね。ああそうだね。落札してるから。4000万だっけ ?4400万。すごいね、うん、そうかそうか。西田選手と一番大好きなね。ああ、ロドリゲスね。うん、まあ俺ロドリゲス。まあ別の動画でね。まあ、うん、うん、やりますけど。まあだから最高ファイトすごいね。いや、すごいですね。うん、今ね。うん、勢いが。ってなってくると本当に竹迫選手がね、出ないのかね。でも竹迫選手にとってはもう別にあと10年やる選手じゃないじゃん。うん、年齢的にも。うん、今回チャンスだったよね。なんかタイミング合わなかったのかね、うん。まああとはプロモーター、まあいろいろあると思いますけど。まあ今回が、まあでもボクシングの一番ってすごいね。
どんどんボクサーが。でも俺思うけど、例えば今までだったらさ、日本チャンピオン、まあ、ね、値段は言わないけど、みんな分かってるわけじゃん。日本チャンピオンの防衛戦はいくら。だって規定があるじゃん。これに差が出てくるよね。ますますね。ますます。まあ、やっぱ人気とか、今までって出ると、差が出るとしたらさ、ある程度ファイトマネー決まってるからさ、チケット売る額とか、スポンサーの量とかになってくるけど、純粋なファイトマネーが全然変わってくるでしょ、今度。結局、ここでいい勝ち方したら、じゃあ次、海外でチャンス拾えんじゃないかっていうところですよね。仮に負けたとしてもね。で、今までだったら、この階級で世界挑戦する可能性ってほぼほぼゼロだよね。うん、だクレイジーキムさんとか、うん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 、あの人だってもうね、アジアのトップまで行ったけど結局チャンスもらえないから階級上げてったみたいな感じじゃないですか。だボクサーにとってはチャンスがどんどん出てくるよね。すげえ時代だよ。やっぱ、ね、俺が17で上京して、全然違うよ、今と。マサオさんはだからその変遷期でしたね。本当あの変化していくと。いや、そうだね、そうだね。だって、WBA、WBC しかなかったけど4つになったりさ。その、俺がデビューした頃なんて、スポンサーなんかつけてる選手誰もいなかったよ。スポンサーもそうだし。もう純粋にファイトマネーだけだったから。すごい、ここ20年でボクシング界はすごい変わったと思う。様変わりしたね。そうだね。まあ、どんどん稼げるようになってきたらもっと、こう、人口が増えていくのがね、どうなんだろうね。まあ、総合な MMA 人気も出てきたし、うん、キックの人気も。まあ、選択肢はね、いっぱい増えたもんね。でも結局、ボクシング、キックボクシングでさ、那須川選手とか武井選手とかトップの選手がやっぱボクシングに来てくれるってことは、やっぱね、プラスだしね。うん、まあ、これから、わかんない。6代とこのまま10年、もしかしたら YouTube やってるかもしれないけど、10年後ね、どういうボクシングか、もう全く俺らが想像つかないようなボクシングになってるよ、絶対。うん、井上選手ほど稼ぐ選手はもう出てこないだろうなと思ったけどさ、もしかしたらね、まあ、階級がね、上がればそれだけ稼げる金額も変わってくるからさ。うんうん、だって、大谷選手みたいな選手が出てくるなんて思わなかったでしょ、うん、二刀流で一番稼ぐ日本人が。だから分かんないよね、これからどうなっていくのか。まあ、だからボクシングも日本人のヘビー級でアホみたいに強い人が出てくる可能性がある。いやいや、そうそう。分かんないよね。100メートルだって日本人がさ、世界新記録出すかもしれないしね。なんかもう、今のジュニア世代、例えば俺のこと、子供たちとかさ、あの頃はどうなってくんだろうね。まあちょっと YouTube はね、一応ボクシングチャンネルなんで、ね、うん、今後もね、こういうあの議題は6代の方で見つけてやっていきたいと思いますけど、まあマッチルームが成功するのか、まあ、なかなか厳しいな、うん、と思うよね、今の段階では。はい、はい、ありがとうございました。